まあ、早い段階で得点できて、まあ、自分たちの流れにできると思ってたんですけど、まあ、そこでちょっと押し込まれちゃって、まあ、そこの戦い方っていうのは反省点が多いですし、まあ、そこを打開することができなかったのがやっぱり敗戦につながってしまったかなと思います。まあ、いい感じに自分の前にボールがこぼれてきて、まあ、自分はミドルシュートを狙っていこうというのはもうこの試合入る前からずっと思ってたことで、まあ、そろそろ決めたいという思いが強かったんで、まあ、シュート練習もしてた部分が発揮できて、まあ、良かったなと思います。まあ、そうですね、今まで自分たちは0点でずっと来てて、まあ、してしまった時に、まあ、自分たちがどう振る舞うかっていうのが一つこれからの成長の鍵になるとは思ってたんですけど、まあ、実際にそれがうまくいかなくて、まあ、本当に負けてしまうことになりましたけど、まあ、自分たちはこれからもまた3連戦の2試合目3試合目ってあるんで、まあ、自分たちで、まあ、今回負けっていうので明確に、まあ、課題がなったと思いますし、まあ、自分たちがやるべきことってことをこの残りの時間でやって次の試合に挑んでいきたいと思います。まあ、秋田戦は、まあ、2敗するわけにはいかないんで、連続で何度しても勝ちたいという思いがチーム全体でありますし、まあ、今日もサポーターが本当に大きな声で自分たちを後押ししてくれたんですけど、まあ、結果で恩返しできなかったことは本当に悔しいんで、まあ、次ホームですし、絶対に勝って全員で喜べるようにしたいと思います。ありがとうございました。